どうも、シルクロードです。どんな音楽聴くの？この質問に答えていきたいと思います。シルクロードのね、聴いてる音楽が気になっちゃった感じだよね。ありがとうございます。自分は本当にいろいろ聴きますね。めちゃめちゃいろいろ聴きます。例えば、洋楽は確かに聴きます。すごい。洋楽好きです。とてつもなく。邦楽は本当に聞かないかな、あんまり。だからね、いつもね、カラオケの時困ります。洋楽ばっか聞いてるんで、何歌っていいのか分かんなくなってくるんですよ。それが本当すごいネックです。じゃあまず好きなアーティストさんを挙げていきましょう。まずじゃあ先にぶつけましょう。まず邦楽からは桃色クローバー Z ね。またかって感じでしょ。飽きないっていうのが一番ですかね。いろんな曲があるんで、本当に。曲がね、大体そうなんですけど、邦楽って結構偏るっていうか、固まるじゃないですか。このリズム前に聞いたなっていうとか、あと、同じような曲だなっていうのが多いんですけど、モンクロはね、そんなことなくて、いろんなね、ちょっと重めの曲もあり、軽めのアイドルっぽい曲もあり、楽しげな雰囲気のやつもあったりするので、聞き分けられるよっていう、その気分によってっていうのが一番でかいですかね。なので結構好きです。あと邦楽だったら湘南乃風かな。湘南乃風はね、結構思い出ソングが多いんで、一番思い出ソングは愛歌なんですけど、ハワイに行った時にね、ホノルルを歩きながら聴いてました。すごい雰囲気あってね、めちゃめちゃ良かったですね。ホノルルとかワイキキら辺をずっと歩いてる時に聞いてたんで、すごい思い出に残ってるため、湘南乃風はまず、あいうたがめちゃくちゃ好きなので、そっからいろいろと聞いてるっていう感じですね。あと、そうだな、邦楽、なかなか難しいね。あとはいろいろ言いますね。宇多田ヒカルさんとか。そんな感じ。あと、スキマスイッチも好きです。スキマスイッチはいい。本当に好きです。フィッシャーズとのね、あいつらと会ったのは中学なんですけど、今中学でフィッシャーズができたんですけど、その時の中学校の卒業式の時にいろいろ聞きました、スキマスイッチは。なので結構思い出深いです。なので好きです。で、洋楽は何聞くか。フローライダー。フロリダって書いてる。好きですね。知ったきっかけは、結構前々から知ってたんですけど、熱がうわーって、うわーってね、熱がね、出たのは、シュガーラッシュで、CM ソングに使われてたグッドフィーリングってやつなんですけど、あれでもう熱がポッつきましたね。なので、フローライダーは好きです。ダフトパンク。歌詞重視っていうより、メロディー重視なんで、エレクトロって感じですね。こういう感じ。ゲットラッキーって曲と、肌ベタファスタストロンガー。あとは、ブルーノ・マーズ。ブルーノ・マーズの、自分が好きなのは、ザ・レイジー・ソング。曲がいいんですけど。こういう感じで乗れる。鼻歌ね、すぐ歌っちゃうぐらいね、いい、落ち着いたメロディーでね、好きです。あと、PV が可愛い。あと、ブラック・ミルク。このブラック・ミルクっていうのはね、知ったきっかけは、自分は格闘技が好きなんで、その UFC っていう大会の、今、パウンドフォーパウンドって全階級でもしかしたら一番強いんじゃないのってやつがいるんですけど、その人の名前がジョン・ジョーンズって言うんです。そのジョン・ジョーンズのハイライト集みたいなのがあって、その時に使われた曲がこのブラック・ミルクの「ルージング・アウト」っていう曲だったんです。それ聞いて超かっけえと思って、なんじゃこの曲と思って、曲もといジョン・ジョーンズ半端じゃねえっていう感想で、もうそっからグーグーハマっていろんな曲聴いたんですけど、全部かっこよくて、今ではもう学校行く帰りとか、本当もう生き物なんですよ。行き帰り、学校の行き帰り、ずっと聞いてますね、ブラックミルク。あとはね、スクリレックスだね。スクリレックス。このスクリレックスっていうのがね、めちゃめちゃかっこいい。いろいろとね、いろんなね、スポーツの練習をするときね、いつもね、自分の世界入るために、本当に iPod で聞
聞きながらやったりするんですよ。でそれでね、たまにねこうシャドーボクシングやったりして、こうバーってやってね、そのまま iPod のイヤホン持ってってそのままブチ切れるとかね、よくあるんですけど、バスケットやってやってバーンとやってバーンとかなる時とかあるんですけど、その時に大体ノリノリになるために、こう自分の世界に入るために聴いてるのがこのスクリレックスです。自分の好きな曲はロックンロール、あとバンガラですねが好きです。あとフォールアウトボーイ、フォールアウトボーイはね、あのマイケル・ジャクソンのビート・イットなんかもなんかすごいロック調にねアレンジして、カバーしてたりしてるんです。で自分の好きなのはこれね、題名が長くて思い出せない、まあ、好きなのはダンスダンス、あと他にもね、なんかどっかで聞いたことあるなみたいな曲があると思います。あとは、まあ、ケイティ・ペリーとかカール・レッジ・ジェプソンとかその辺ですかね。あの女の子なんですけど、すごい可愛い感じの曲をよく歌ってますね。有名なのだと、まあ、Call Me Maybe とか、カリフォルニアガールズとか、その辺ですかね。多分は、多分、うん、有名かな。結構自分も好きです。っていう感じでね。まあ、自分の好きなアーティストはもうこんな感じなんですけど、他にも、まあ、いろいろと聞きます。うん。なのでね、音楽のね、あれは、まあ、おすすめがあったらぜひ教えてほしいんですけど、どんな感じのとかね。なるべく自分はちょっと重たいダブステップの曲とか、まあ、クラブミュージックとかその辺が好きなので、ぜひとも教えてください。いいのがあったら。邦楽もねいっぱい結構聞くんで、うん、本当にいろいろ、あのボカロとかも全然聞くんで、本当にいろんな多方面で自分聞くんで、あ iPod がひっちゃかめっちゃかなんですよ、だから中が。ぜひいい曲があれば、うん、教えてください。ちなみに、ボカロで好きな曲は、キサラギアテンション、エンビーキャットウォーク、裏表ラバーズ、ワールズエンドダンスホール、カルクですね。うん。では今回の、音楽に対しての質問ありがとうございました。ぜひとも皆さん聞いてみてください。ではアディサリファパテラキンデル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